ではアイロンが出来上がりました。ここ風車のようにして倒れてます。こうやってね、縫い代をこう倒すことによってキルティングした時に針が通りやすくてやりやすくていいですね。それと綺麗に仕上がります。ではトップよりも大きめの裏布を裏向けに置いて、その上にキルト芯。キルト芯なんですけども、いろいろ種類ありますが、私はドミット芯の普通の厚みを使ってます。それが好きです。まあ、薄い、厚い、普通ってあるんですけども、タペストリーは薄いものをしてね、あのポーチなのかは厚めの方を以前使ってたんですけども、なんか最近もこれ一種類になりましたね。ドミット芯って何かといったら、1枚不織布みたいな感じのがあって、ここが綿です。私は、まあ、ルールないと思うんですけど、ね、綿の方、ふわふわしてる方を表にしてトップを乗せます。そしたらふわふわしてるから、キルティングしたらふんわり仕上がるような気がします。では今回はこう斜めにキルティングしたいと思ってます。まず中心に入れてから、こう両端ですね、で反対にこう中心にキルティングして両端っていうような感じにしたいなと思います。中心からしつけ止めていきます。つけ用の安全ピン、ここはちょっとくの字に曲がってます。くの字に曲がることによって、こうすぐ打った時にこのくの字のここに布が収まって綺麗にはまってくれます。布が突っ張らないっていう感じですかね。で、中心から留めていきます。糸でしつけを打つのと同じです。中心から外に留めていきます。これ腕サックみたいですけども、割烹着着てます。冬はね、割烹着便利ですよね。あったかくって台所仕事もすぐできるし、割烹着好きです。もうこのまま上にダウンジャケット羽織ってお買い物行ったりしちゃいます。ただ昔はね、すごくおしゃれに気を使って出かける時も気を使ってましたが、もうなんか最近気にならなくなって、どう見られてるかっていうね、そういうことがあんまり気にならなくなったというかね、すっごい楽です。還暦に近づいてすごい生きるのが楽になってきました。年取るのっていいです。私あんまりアンチエイジングとかね、若返りとかね、若作りとかそういうもの興味がなくて、もう年相応に清潔感を残して置いていきたいと思ってる人なんで、こんな感じでしつけが終わりましたので、端からずっとキルティングをしていこうかなと思います。今回ね、きなりもいいんですけど、このピンク色かわいいからこれでやるかなと思います。このシンブルもここにね、金具がはまってて、ここ皮もボロボロですけど、これ一生使えるんちゃうかっていうぐらい使い込んでますけど、こんな感じ で本当はね、中心からこういきます。でもね、このぐらいの大きさならもう端からいっちゃいます。ちょっと明日から福島の方のお家に移動して、まあ夫と一緒に年末年始を過ごすので移動になります。なんでちょっと動画が、更新が遅れるかなと思いますが、ちょっとね、里親、このお話はまたなんかどっかでできればなと思うんですけど、くーちゃんいなくなってね、傷が癒えないというか、なんですね、これペットロスってすごいですね。奥深い、奥深いっていうのはまた違う意味なんかもわからないけど、ペットロスってね、結構ね、癒えないですね。なんか私、クーがいなくなって直後よりも今の方が深刻な症状だと思います。なんだろう、わからない、向き合えないっていうんですかね、受け入れない、受け入れられないっていう気持ちが直後よりも強いんですよね。わからないんですよ、これもう時間を追って自分を観察するしかない状態なんですけども、もしかして
ね、失恋したらね、新しい恋でしか言えないとか言うじゃないですか。そんな感じなのかな。まあ空は空です。すごく可愛くて忘れられないんですけれども、また小さな命を、小さな命を育てたら言えるのかなみたいなね。里親クーも捨て犬だったんですね。捨て犬だったのか迷い犬だったかよくわからない。夏の暑い日にあるとある駅の駅前をうろ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 してたんですよ。もう雑巾みたいに毛が伸び放題でね、なんか濡れ雑巾かなというような感じで、そんな感じでさまよってて、猫を保護して、まあ、警察に届けたり保健所に届けたりして、飼い主さん現れなかったからそこで保護してずっと一緒に暮らしてきたんですけどね、犬が飼えない、お家に住んでたから犬が飼えないのに飼ってて、まあなんか通報されるかなと思いながら、でも嫌だから堂々と飼いたいから犬が飼えるところに引っ越して、そんな感じでね、犬が飼えるマンションとか少ないんですよね。賃貸じゃちゃったら賃貸やったら少ないんですよね。分譲ではあると思うんですけども、最近増えてきてると思うんですけども、賃貸マンションね、検索するとね、犬 OK のところってなるとね、何百件あったところがね、何十件とかね、何十件あったところがね、2件とかになるんですよ。もう選択ができない。まあ引っ越さなかったらいいんですけど、転勤みたいなものがあったので、以前は引っ越しは余儀なくされてて、そのたんびにね、犬 OK のところを探すのにね、苦労しました。うん。で、捨て犬だったので、その予防接種をしてないままで何をしてるかわからないから、結局そういう証明書がないんでね、旅行もね結構苦労しましたね。予防接種とかワクチンの証明書を提出しないと犬 OK のホテルとか泊まれないんですけど、結局クーの場合は予防接種しないまま、病気もせず怪我もせず、まあ生き抜いた子だったんですけども、本当はダメなんですけど、してやらないとダメだったと思うんですけど、当時そこまで今みたいにうるさくなかったから、まあ、そのまま飼い続けて、まあ病院いらずの子だって元気元気で何食べても大丈夫で、そういう子だったので、結局ね、今になって言いますけど、ワクチン接種してないんですよ。うん。で、そのまま旅行も何回か犬 OK のところ行って、予防接種証明書お願いしますって言われてね、あ、忘れましたみたいな、すっとぼけて、じゃあ後から送ってくださいねって言って、はーい言って送らないままね、そんな悪いこと何回かしました。どうしてもね、連れて行ってやりたくて。と同時に自分たちも旅行したくてね、そんなしました。クーがいなくなって、じゃあ旅行バンバン行けるかって言ったらね、なんかお仕事があるから行けないんですけど、なんかそういうは、うん、で、まあここキルティング1本入りまして、これか、はい、はい、ではキルティングができました。こういう風にして斜めにキルティングをしました。こんな感じでここまで可愛くできたので、次進んでいきます。では、はみ出たところを切っていきます。こんな感じで切れました。では、この前面が出来上がったところです。で、注意していただきたいのは、布によっては向きがある。これ間違えてます。向きがあるので、どこが中心かな、ここかな、はい、こっち側、ここが底になって、この3段が全面出ます。でここ底ですね。で3段ですね。でこういう形になるので、もしも向きのある布でしたら、これお人形さん
こっちが上になってます。反対向けて、反対はこっちが上になります。で、並べた時にこっちとこっちと方向が違うので、それぞれ違う方向を向けて向きのある生地を並べてください。それを注意して並べてもらって、こういう風に配置します。長いバイアステープ縫い。ではポケット、口部分を三つ折りにしてアイロンをかけておきます。あと周囲も7ミリぐらいに折ってアイロンかけておきます。では今アイロンかけたこの入り口部分折っていきます。ミシンでも大丈夫です。ミシンで縫えません。なぜならキルティングしてるから、こう縫ったらここにミシン目が出ちゃうので、ここはもう丁寧に手で縫っていきます。3センチ 2.2、2.5、2.5 開けてつけていきます。こんな感じで、ここは何回か返し縫いをして、ポケットの入り口なので丈夫にするのに何回も返し縫いします。この時注意点ですけども、絶対に外側に針目が出ないようにしてください。裏布とキルト芯だけすくう感じで縫っていきます。はい、内ポケットがつきました。こんな感じで、ここ何回も返し縫いしてます。はい、次では、次にこのサイドの部分を作っていきたいなと思います。7センチ ×12 センチに切った布を置いて、裏布も同じサイズに切ってます。中表に合わせて、そしてこの後ろ側にキルト芯を重ねます。ここ7ミリの縫い代で縫っていきます。はい、では端から端まで縫いました。そしたらこのキルト芯、余分な部分を切り落とします。ではひっくり返して、少し内側に裏布を控えます。ここね、1ミリぐらい内側にこうして引っ張って、ではマッチをつけていきたいなって思います。マッチはバイアスでくるむので、裏と裏を合わせておきます。本体の中心がここです。それとマッチの中心がここなので、合わせて、ここ5センチです。なので全部寸法を合わせます。5センチ開けときます。ここと、では次はここの5センチのところに合わせてから、中心に向かってクリップを留めていきます。こんな感じで留まりました。ここきっちりと5センチで合ってます。そしたら一気にバイアステープと一緒に留める方法もあるんですけれども、私はここで仮縫いをします。後から7ミリの線でバイアステープをつけていくので、ここでは3ミリから5ミリの間で縫っていきます。返し縫いで縫ってます。表布と裏布、キルト芯2枚、4枚をきっちりとすくいます。こんな感じでぐるっと一周縫いたいと思います。こんな感じで仮縫いが終わりました。では反対側もやっていきたいなと思います。
はい、ここついてますが動画撮れてなかったのでもう一回します。ではここまっすぐに切ります。そしてこのマチがついてる方ですね、表からこの線に合わせておきます。でクリップで留めていきます。では端まで来たのでここを切り落とします。切り落とすのはこの線と同じところで切り落とします。縫い代なしで大丈夫です。クリップで留めたところを縫っていきたいなと思います。ではここから7ミリで縫っていきます。ミシンでも大丈夫です。はい、ここマチがついているところは何回か返し縫いをしておきます。結構重なっているので何回かこうして針を返しながら縫っておきます。でここ注意ですけども、ここしつけてるのでその線よりも外側を縫います。結構重なってて縫いにくいので半返し縫いで縫ってます。こんな感じで最後まで縫っていきたいなと思います。ではここを少しギャザーを寄せたいと思います。ではこの3つのピースのところにぐし縫いをしていきます。だいたい先から3ミリぐらいのところを縫い始めて、ここからここまで縫えました。これがだいたい13センチあります。それをぎゅっと縮めていきます。13センチあったのを10センチまで縮めます。だいたい3センチ縮めます。ではここで返し縫いをして止めて、またここの寸法を測ります。10センチあったらこれでもう一回返し縫いをして丸結びで止めます。ここからここまで少しギャザーが寄りました。では反対側も同じようにやっていきます。はい、両側ギャザーが寄りました。これでねちょっとだけ弓なりになっていい感じになります。こんな感じ。